とりあえず来た道戻って飛び込みましょう。えい、飛び込んだ。で何がいる？なんか怪しい BGM がする。ん？これもう、あ、もう動けんだ。ん？ここは地下1階。地下1階か。ここ来れなかったとこだな。一応階段もあるのか。なるほど。暗すぎる。お、邪気を感じるぞ。普通に中ボスグイリーとかいそうな。チャーターコート地下、遅い。そのメッセージ遅い。ここは何？ここはどこ？これはここか。ここも来れなかったとこだな。そりゃそうか。はい。あ、油嬉しい。油嬉しい。こんだけ広かったらなかなかグイリーともエンカウントできないと思うので、その間に体力持っていかれかねないので、でも中ボスグイリーがもしいるんだとしたら、男油でもね、あんま対応できないんですよね。戦闘中に使っても。中ボスグイリーって。もうダメージ量がえぐいので、暗い暗い暗い。明るくなって、もうちょっと。あ、明るくなったか。ここか？この辺いそうだな。この辺か？どこ？どこよ？どこよ？今のあたり怪しいな。ちょっともう一回回復して。ただもんじゃないのがいるような、そんな気がするので。一回回復して、どこ？どこっすか？この辺だろ。この辺だろ。この辺にいんだろう。ちょ、わかりづらいとこにいるな。ちょ、あ、戦闘になった。なんとなく、属性複数持ちグイリーのような気、何こいつ。見たことないやつだな。怖いな、なんか、ビジュアルが。サーチせずに、とりあえず吸収してみる。はい。これ死なないでしょ、どうせ。あ、死なないわ。やっぱ、中ボスだ。これまだ吸えるかな。いや、えぐダメージ量えぐ割合ダメージなのかな、前も言った気がしますけど。はい。うわぁ。え、まだ死なない。まだ死なない。三つ持ちとかか。あと一個、グイリー玉で行こう。安全に。これ四つ持ち、あ、死んだ、よかった。4つ持ちじゃないだろうなとか、あと全部の属性持ってるみたいな、なんかそんな情報も聞いたから、なんか全属性持ってるパターンとかもちょっと疑ってしまったんですが、ひゅー、なんか鍵が開こうとしたけど、とりあえずこれ階段登ればいいのかな。階段登りますよ。もうあの小部屋とかももう全部探索したつもりなので、はい。そうこうしてたらバンブー G 来そうな気もしますけど、今のやつがボスじゃないよな。その上で何かしらのもののけ使い的な。すごい、ここ一回来たとこかな。じゃあないか。こっちかな、こっちかな。もののけ使いがね、まだいるような気はするんですけど、どっかしらの部屋に。ここは？でも前回の封筒、うん、階段登っちゃった。いらん階段登っちゃった。チャーターコート2階。ここじゃない。ん？今ので合ってたのかな？もうちょっとここのフロアを探索したいつもりではいるんですけど、でも階段室に普通に出てきたってことは、これ繋がったってことかな？階段室と。この部屋が。そういうこと？もともと行けなかったんだっけ？わからん。まあ、とりあえず。セーブしようか。一旦。端末の部屋戻るべきか。そうする。お！ G！ 倒したよ。強いの。でも何にもなかったよ。それ以外。気脈が完全に戻らないということは、まだ先があるってことだ。マジで？とりあえず戻った方がいい。送ってやるよ。マジか。またここ来んのか。まあでも、割ともうわかるかも、このマップは。何？
なんだっけ、ティントンシアターに比べれば割と慣れるの早いかも。ティントンシアター地獄だったもんな、広すぎて。あー、とりあえずオルゴール屋さんとこ行ってセーブしたい。端末で、はい、一回セーブしましょう。メールとか来てないのかな。メール来てるならちょっとそれ回収してからセーブしたいんですけど、来てないか。じゃあまあ普通にセーブします。ふぅ、セーブしましたが、結局もう何が目的なんだっけ。オルゴール屋、今はシウジェロードには行かない方がいい。スネークの息のかかった人間もいるからな。はあ、ははあ、野草会に出入りしてたという、してたというミスターなんとかもそうだ。はあ、あいつは美顔屋で顔の整形を繰り返してたらしい。へえ。ふん、普通の人間ならあんなに顔いじくり回すと痛くて痛くて泣きながら俺の世話になるはずが、ミスターなんとかには痛みがないらしい。オルゴールには見向きもしなかったよ。ふーん、なるほど。美顔屋に行きゃいいのか。ミスターのふりをして美顔屋に情報をもらうか。あの、なんたらなんたらバニティミラー、バニティミラー使って。もしもし、四天王にその顔を間近で見られるとあんたは偽物のチェンだってことがバレてしまう。お、君にはバレてんのか。四天王も強いのか。知らないのかい、知らないのかい、あんた。四天王の一人があんたを探しまって、お、怖い怖い怖い。あいつかな、なんだっけ、なんて名前だったっけ、あの第二の男梅、あいつが来てんのかな。向こうの町には行かない方がいいよ。それ行けってことかな。行けってことなのかな、シウジェロードに。止められるのかな。じゃ普通に歯医者さん、ちょっと歯科検診来ました。スネークの連中が動き始めると暮らしにくくなる一方だ。私の勘だと、私の勘だと、あの門神屋は白星屋の仕事を手伝ってたみたいだ。ほーん、しかし白星屋なんかとつるんで何をしようとしていたんだろう。門神屋いるのかな。門神屋ずっといないですけど、ずっとどこかしらに、うん、まだいないな。どうした、何何何、どういうこと。わわわわわ、君がもん、おっと、妄想メガネはいらないよ。俺はシャンジ。おお、ここで問診屋をやっていたんだ。ああ、そうなんだ。俺はいくらでも妄想が吸収できるから、ワンニンロにいなくても平気なんだ。でもさっきみたいにワンニンロがグラグラし始めるとちょいと大変でね。孤独なミュータントを気取るのも楽じゃない。妄想メガネを持ってるところを見ると、ワンニンロには行ったことがあるんだな。あそこは今妄想の嵐が起きてる。とても入っていけないよ。お、勘違いしないでくれよ。俺は別にもののけを拷問してたわけじゃない。苦しみを与えてやると、奴らはその分だけ邪気を深めるんだ。じゃあくれぐれも気をつけることだ。ま、頑張って気脈を戻してくれ。おお、シャンジー、お前思ってたのと全然違うな。随分違うな、思ってたのと。なんか幸子でどうだみたいな。なんか別の世界線の幸子でどうだって言ってた人の声に似てた気がするけど。どうすりゃいいの。気脈を戻したいのは山々なんですけど、てかシャオヘイがあなたのこと探してたんですけど、シャンジーが門神屋だったか。門神屋って、じゃあもう一回戻りゃいいのかな、メトロガーデンに。で、気脈を戻す何か秘策みたいな、秘策というか、それ根源みたいなやつをどうにか。あ、南も、あ、でも閉まってるもんな。うーん、どうすりゃいいんだろう。もうちょっと情報を集めるべきかな。でもシュージェロード行ってみたいな。ちょっと狭い家の君、
シワシワな君。おい、あんたやばいことになったぞ。今双子獅子天王の一人があんたを探し回ってたシュージェロードの方に行ったぞ。知ってる。マーフェイが指図した、してんだな。そうだよ、マーフェイだ。そうに違いない。ああそうですか、全部知ってるけど。まあまあまあ、テンション上がってるみたいなので知らなかったふりをしておこう。そうなんだ、マーフェイなんだ。四天王来てんだ。え、シュージェロード行くべきかな、これ。シュージェロードに行けっていうことなのかな。転送や転送室行ってみる。妖精さんの止められるのかな。普通に行けちゃうのかな、妖精さんの転送所。あれ、戻ってきた。また戻ってきたな。あれ、転送所行けないのかな。もう今行けないってことなのかな。あれあれあれ、わかんなくなった。どこだっけ、妖精さんの転送所。ん、これ以上行けるとこないもんな。まだ、あ、あったあったあった、ここか。ここか、ここか。こっち行きゃいいのか。まずはフートンの邪気をみんな取り除くことだな。美脚屋のそばにあるだろう、来たもんがそこから入るんだ。はあ、はあはあ。俺たちはもう少しするとダンスの時間だ。そうっすか。じゃあ今度メトロガーデンの北門からメトロガーデンに入って邪気を取り除けっていう、そういうこと？めんどくさいなぁ。でもあれか、あの麻雀屋がなんかここでは信頼をどうのこうのみたいな、そういうことを言っていたので、とりあえず邪気を全部取り払ってこの街での信頼を深めるっていうのが必要なのかな。行きましょうか。さあ、メトロガーデン、今度北門から入りましたけど、北門から入るとマップで言うと右上の方、これは右上だな。はいはいはい、バンブージー、どうすりゃいいんですか。いや、いや、まずはリフトだ。はい、リフトを見つけるんだ。はいはい、それで3階まで一気に登れる。はいはいはい、さっき行けなかったところだよ。そうですか。リフトの周りは邪気が強いだろうから気をつけるんだ。ありがとう、男油をくれ。グリー玉か、男油をくれ。気をつけるだけじゃどうにもならんから。あぶねー、みど、ん？あ、BGM 変わっただけか。ちょっと待て。ちょっと待て、ちょっと待て、どこ行きゃいい？リフト？リフトってどっから行くんだ？リフトってどっから行くんだ？ちょ、邪気が、グリーングリーンがすげえ、グリーングリーンが。ここは？ここでもない？ここでもない。部屋を一個ずつ潰していこう。でもここは一回来たな。おお、早速だね。このエリアは一回来たな。ちょうどこの下2階にグイリーが潜んでる。部屋の鍵開けてやるよ。もう全部の部屋開けてくれ。詳しいんだ、この、メトロは。俺が足場を組んだ建物なんだよ。それも昔の話だ。へえ。さあ行くぞ、2階のグイリーをやっつけるとリフトの部屋に入れる。うんうんうん。2階のグイリーか。ここは1階。お、開けてくれた。ここ3階か。なるほど。じゃあ、最寄りの階段、そこの階段か。この階段から2階に行けば。待って、邪気感じるよ。邪気感じるよ。それ以前に。こっちにいいんじゃないの、まだ。グイリー。この部屋に。ここは何もないか。うん、今ではないのか。今は違うのか、まあ、とりあえず言われるがまま2階に降りましょう。そうしてリフトから3階に登るっつった。何階に登るっつってた。2階に来たけど、どっちから行こう。こっちから行こうか。おい、でこの辺邪気すごいな。リフトの近くは邪気がいっぱい、グイリーがいっぱいつってたから、
ここいるな。倒しましょう。倒そう。どこ？どこ？ここ？ふぅ。なんか心なしか、お、グイリー玉嬉しい。心なしか、先制攻撃をされる確率が上がってきてるような気がするな。そういう調整も入ってるのかな？なんか頻繁に先制攻撃をされるようになったような、そんな気配があるんですけど。で、なんかカチャオンしたな。チュリギルローン。バンブジー。どっかの扉が開いたよ、今。よし、これで OK だ。あ、今のやつでいいんだ。あんた勘違いしないでくれよ。リフトといってもさっきのじゃない。ほう。中庭に突き出した建物。あの中にあるんだ、リフトが。そいつを使うとこれまで行けなかったところにも簡単に行ける。へえ、まずはリフトで3階だな。間違っても中庭なんかに出ていくんじゃないぞ。迷って戻ってこられなくなるからな。中庭に突き出したとか言っちゃうから。中庭に行くところだったわ。中庭に突き出した部屋。何それ何それ。中庭に突き出した部屋。どこのこと？あれかな。あれかな。こっちのあれかな。うん。指させないので、画面には。こっちのこと？こっち？こっちの、ここのこと？ん？ここじゃないの？あ、ここじゃないな。こっちか。ここのこと？ここって言いたかった。突き出してる感じがあるから。ここのことかと思った。ここのどっかにリフトがあるってこと？ガッチャン言わんな。ガッチャン言わんな。リフトここじゃないのかな？ここは関係ないのか。中庭、まあ、さすがにここ中庭じゃないもんな。全然、場所的に。中庭に突き出したやつって、どれ？どれどれ？一応調べますけど、すべての扉。暗い。暗くなるなよ。うん、ここ関係ないな。中庭に突き出したなんたらかんたら。中庭に突き出したうんたらかんたら。どこや？どこのことや？この階じゃないのかな。そもそも。合ってるよな、合ってるな。こっち。中庭。中庭から突き出したとこ。どこ？あれかな？この中庭に、これ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 。この穴のことかな？いや、でも、マップには何もないもんな。ん？中庭から突き出したっつってたから、突き出してる感じのところ、探そう。こっちのこと？こっちは何もない。か。こっちか。こっちのことか。え、これ、端末だよな、こっちのルートって。端末、まあ、一応セーブしよう。セーブはしよう。端末で。これ来たとこだっけ？来たとこじゃないな。この階段から別の階に行ってみたいな。そんな感じ？でも階段室ってことは、もう一回使っ、あ、待って！中庭に行くなっつってたな、さっき。中庭には行くなっつってたな。来ちゃった、中庭。もう、バカだ。バカすぎるわ。ちげえ、戻らなきゃ。ここに来ちゃダメなんだ。ここには来るべきじゃないんだ。今ここに来たらいけないんだ。そうだそうだ。迷って戻ってこれなくなるからなみたいなこと言ってたもんな。こっちだな。中庭来ちゃった。もうすっかり忘れてた。ここはいけないと。こっちか。ちょ、戻ろう戻ろう。危ね危ね危ね。よかった思い出して。でもそうなると、まじ、あ、こっちのこと中庭に突き出してるって。こっちのことか。ここのことか。これか？さては。いや、ちげえじゃん。ここでもねえのか。ここでもないのか。
ん？今落とした？ん？どこで音がした今？何の音？今ドアが開く音しましたよね。ん？いや、このマップだとここに行けるところがあって、ドアを説明したい。今自分がいるところの左下にちょっと入り組んだところがあるじゃないですか。あそこからなんか黒い四角、あの黒い四角がリフトなのかなって思って、だとするともうここからじゃないといけないよなって思って、うん、ここからぐらいしか行けないような気がしたので、別の階から行けるのかな。だからここ丸ボタン押しまくってたんですけど、今一瞬ドアが開こうとしたんですけど、ただのバグかな。ちょ、あれ使ってみるか。これ孔明の目関係ないよな。何だったんだ、ひょっとしてこっちか、ここか。あ、ここか。そう、3階から行こうとしていたところを別の階からなら行けるかなって思ったら1階から来れましたね。ここか、やっと進んだ。すげえ迷ったわ。1階にあったのか。ちょ、邪気がすげえんだわ。ここか。ん？いねえな。壁の向こうか。ちょ、邪気がすげえ。邪気がすごい。ちょ、体力が黄色になる前に。黄色になる前に。ん？ここは何？何ここ？何ここ？おお、すごいとこ来た。体力持つ？これ。これちょっと一回回復しよう。一回回復。セーブした直後ではあるんですけど。入って。頻繁に音楽が変わるな。メトロガーデン3階。ここはどこ？あ、ここあれか。行けなかったとこだ。ここにあの謎のドアが。謎のドアというか。うん。いや、ここじゃねえな。どこだ？ん？どこだ？ここじゃない。え、どうなってんのこれ。見えない壁がある。ひょっとして。見えない壁があるな。これ埋まってんのか。そういうことか。だから、通路っぽく見えても、塞がってたのか。なんかすげえ暗くなった、急に。どこ？もう暗くなるなよ。暗くなるな。ここ戻っちゃうな。もうこれ来た道戻ってもさっきグイリーいなかったもんな。この向こうにいそう。ちょっともう一回、もう一回こっち来て。で、ドアがここにもあったんで。この向こうか。ここか。ここにいんのか。ここか。いた。なんかこの作り嫌だな。過去の風飛んで中ボスがいた部屋の作りに近いので、ふぅ、よしよしよし。で、まだいるだろう。まだいるでしょ。いるな。この奥か。いるな。ふぅ、ほい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 。これでいいのかな。で、ここには何があるんだろう。あ、鍵が開く音がした。グイリー扉が開く音がした。